それが岡山市。皆さんこんにちは。わし岡たんがここ岡山市から人間たちのお悩み相談にお答えしてくで。うん、宮本、はい、なんか前回の放送で寝癖があったってクレーム来てたらしいな。その説は大変申し訳ございませんでした。びっちり揃えてまいりましたので、はい、まあそれだけたくさんの人が動画を見てくれたということじゃな。そうだね、本当にありがとうございます。わしもな、動画見てな、あの後運動しようと思って飛び込みを始めたで。え、飛び込み？うん、岡たん、ちょっと飛び込み急にやるの危ないんじゃないかな。ちょっと毎日自転車で大好きな白桃を一軒一軒売って回ってええ運動になっとるわ。うわ、それ飛び込みの営業じゃねえかそれ。お便りを読むで。ペンネーム白桃大好きさんから。ありがとうございます。うん、いいペンネームじゃの。岡たん、白桃大好きだもんね。最近恋人ができてウキウキです。今度の週末デートに行こうと思うのですが、岡山市でおすすめの場所はありますか？おすすめのデートスポットね。おすすめは市役所じゃ。市役所デートスポットじゃないですよ。市長なんか？もうそうだよ、土日はやってません。だったらもうわしに聞かれても知らんわ。岡田、また自虐的になってる。あるから。ないって、岡山市には市役所ぐらいしかおすすめの場所はねえで。いや、そんなことちゃんとあるんですよ、ちゃんと。どこがあるんなら。じゃあ今日はこの動画をご覧ください。それが岡山市。先週はトライフープ岡山の応援、そして今週は岡山シーガルズの応援。岡山シティミュージアムにも行くぞ。岡山市にはプロスポーツチームや文化施設がたくさんあるから、週末のお出かけが楽しみなのです。夜はオーケストラ聴きに行こう。週末は楽しい忙しい岡山市。来週はどこ行こうかな。どうよ岡田、岡山市にはね、プロスポーツチームの応援とか、アートスポットがたくさんあるから、デートにいい場所いっぱいあるんだよ。なんかそう言われてみて、岡山市もなかなか楽しい街だな。そうだね。あとデートだけじゃなくて、家族や一人でじっくり見る、そんな場所もたくさんありますよ。よし、わしも週末はスポーツ観戦と市役所を見に行くわ。いや、市役所は絶対行きたいのね。